臨床美術史の方々から話題を提供していただく新企画、この川のほとりプロジェクト、行く先を知らずにトークトーク。今日のゲストは北海道札幌市にお住まいの松木真知子さん、臨床美術史また画家の方でいらっしゃいます。さあ、どんな話が伺えるのか楽しみながら始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。松木さん、少し自己紹介をしていただけますかね。はい、松木真知子と申します。美大 の、 造形科というところを卒業しまして、怠けないように毎年毎年対策を書いて、なるほど、公募展などに出品して、はい、もう30年以上になります。そうですか。札幌の全道展っていうところと、東京の行動美術展という団体に所属して、本当に毎年出品してます。そうですか。はい。そもそも臨床美術との出会いというのはどんな感じだったんですか？そうですね、やはり美大の同窓会展で60回以上続く北斎展というのが開催されてるんですね。そこの実行委員長になった時に、ワークショップをしなければ大学から補助金が下りないということになりまして、その捻出のために何としてでもワークショップをしなければと思ったんですけれども、どういうことをしたらいいのかちょっと見当がつかないで悩んでた時に、臨床美術の受講してきましたっていう方が現れたんですね。作品を見せていただいたんですけど、はい、マチスとのコラボレーションとリンゴの両感画でしたね。どちらも素晴らしくて、一目見ただけでわすごいなと思いました。それで早速ワークショップに取り入れて、一般の方にやってもらったんですね。そうすると、はい、あれですよね、リンゴの五感を感じながら、リンゴの重さを感じたり、香りを嗅いだり、おまけに食べてみたり、そうね、そういうところから制作が始まるのでびっくりしちゃって、それで、まあ、デッサンもしないで、いきなり中身の色から塗っちゃうんですよね。本当に目から鱗で、なんという、制作のね、仕方なんだろうと思って、びっくりしました。はいはい、あ、これならばね、誰でも描けるなって。でも、ある程度、すごいレベルのところまでみんな行くので、うわ、素晴らしいプログラムだなと思って感激した覚えがあります。そうですか。それで、早速、私も、4級、5級を取りに、お茶の水に。あ、そうでしたか。あ、通信教育だったんですけれども、スクーリングっていうのがありまして、はいはい。何度かお茶の水に行ったんですね。はい。もう、そうですか、それは。記憶に残ってます。そして、この素晴らしい臨床美術を、何とかして私も伝えたいなと思ったんですけれども、そんな能力があるかしら、と、半信半疑ながら、どうしようかなと思いながら、もうこれは素晴らしいので、なんとか皆さんに伝えていければなっていうふうに思いました。そうですか。はい。そうですか。臨床美術史としての活動といいますか、それはどんなところでやってらっしゃるんですか？今はですね、自宅のアトリエを月に1回開放して、そこに近所の方に来ていただいて、5、6人、ですね。制作してます。そのきっかけというのはですね、やっぱり現場が大切だって聞かされたものだから、資格を取って早めにその中、現場を持たなくちゃというふうに思っちゃったわけですね。それで、地元の地区センターの方に行きまして、こんな素晴らしい講座があるので、ぜひやらせていただきたいって言ってお願いしたんです。
そして、画材費500円だけいただいて、お部屋を全部提供してくださって、はいはい、市の広報にも乗っけていただいて、そこからスタートしたんですね。そうでしたか。で、その時はさつまいもの旅館がをしたんですけれども、なんか見慣れた顔の方が2、3人いるんですね。うちの隣の隣の方だったんですね。その方も私だとは知らないで、お互いにびっくりして、っていう感じで、もう感激した覚えがありますね。続けてはいかがですかってお声をかけたら、ぜひやりたいということでしたので、それでアトリエに来ていただいて、はいはい、それからもう、かれこれ10年近くなります。続いてます。素晴らしいですね。はい。今日は学習センターで、ご近所先生という企画が季節ごとに5回の講座を設けてるんですけれども、そこを担当させてもらってます。そうですか。昨年の11月に、まあコロナで2年くらい、休止してたんですけれども、うんうん、やっと、再開することができて、そうですか。講座を受け、担当したんですけれども、5回で終わるときに、もうこれで終わりですか？なんだか寂しいですっておっしゃるんですね。それじゃあ、サークル活動にして、月に1回、来ますか？って言ったら、ぜひ来たいって皆さんおっしゃるので、はい、今年は1月の21日から、始めてますね。そうですか。はい。それとですね、高次能機能障害施設で、はい、年4回、指導に行ってます。外見は何も、変わったこと、ところがなくて、どこが障害持ってるのかなと思うような方もたくさんいらっしゃるんですけれども、はい、久しぶりに行ってみますと、新しい方が来てましてね、うん、最初から講座が始まる前から、こう携帯をずっと見てるんですよね。うんうん、それで、こんにちはってお名前呼んでも全然反応がなくて、わあ、どうしようかなと思って、まあ、職員の方が横でサポートしてくれるから、まあ、いいやと思いながら、講座を始めたんですけれども、はい、ずっとその携帯を見たまんまで、制作してくれないんです。うんうんうん、そして私も、ああ、困っちゃったな、ということで、ああ、どうしよう。なんか一つの線でも色でも塗ってくれればいいんだけれどもな、と思って、だんだん焦る気持ちになってきたんです。その時、ぐーっと存在論的人間観の、見てくれてありがとうが、ぐーっと降りてきたんですね。いやあ、この方がこの席にいてくれるだけでいいんだわ、と思って。うんうんうん、ああ、そしたら、もうそれだけでありがたいって。うんうんうん、もう自分もその言葉でなんかとっても救われた感じでしたね。そうですか。いい時に思い出しました。なんか携帯を見ながらも目がチラッチラッとこう動いてるからね。ね、うんうん、皆さんのやってることはなんとなくこう感じながら。なるほどね。なんでしょうけどもね。うん、はい。そうですか。その方と何かね、いつかコミュニケーションが取れればいいなって。そうですね。まあ、思ってます。そうですね、はい。印象深い作品というのがもしあれば、見せてください。あ、ここに貼ってますけど。いいですね。いろいろな線と色で遊ぼうです。あ、いろいろな線と、はい、色で遊ぼう、ね。ホテルパステルになれるための、本当に基本的な作品ですよね。うん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 、だからいろんなところでこれをやってるんですけれども。はい。たまたま私が4年くらい前に、肩の断裂手術ですか？したんですね。筋が切れちゃったんですね。手の置きどころがないというか。どころがないのね。うんうん、それで整形外科に行ったら、あ、これはすぐ手術しなくちゃいけないですね。言われたんですけど、3週間くらい入院したんですね、その時ね。ちょうど11月で窓から、紅葉がとっても美しく見えてね。わあ、手術終わって退屈だなと思ってるんですけど、あ、この紅葉を左手で描いたらどうかなっていう、ちょっと面白い半分に、ちょっとスケッチしてたんですね。うんうん、
そしてその時に隣のベッドに寝てた高齢の方が、あら、絵が描けていいですねって言うんです。私は絵を描いたことがないですっていうの。うんうん、それで私はふと臨床美術魂に火がついちゃったんですね。なるほど。それで、これ、やった。これ持ててた、オイルパステル持てたもんですから。なるほど。じゃあ、一緒に絵を描いてみませんかって言ったんです。うんうんうん、で、そしたら、はあ、嬉しいって言って絵を描いて、完成した作品がとっても自分でよくできたと思ったんでしょうね。そうですか。その作品を持って、隣の病室に見せに行ったんです。うんうんうん、すごいね。隣の病室の方も、素敵ですね。私も描いてみたいっていうことになって、なんか、いつの間にか、ロビーで、ワークショップが始まっちゃったんですね。入れ替わり、立ち替わり、5、6人ですね。絵を描きたいって。いやー、嬉しいですね、それ。その時の模様が、こんな感じなんですけども、はいはいはい、はい。ペンバックって言って、こう、手を乗せて、うんうんうん、ちょっと不自由なのね。うん。これを、なるほどね。あとで気がついたら、みんな右手が負傷してるんですね。なるほど。それで、左手で描くものですから、みんな面白がったんですね、多分ね。なるほどね。うんうんうん。で、抵抗がなかったんです。うまいとか下手とかっていう感じ。そうですよね。うん。で、もう着いたら次作品が生まれまして、うん。院長さんもすごい理解があって、うんうん、じゃあそれを食堂に飾ったらいかがですかって言ってくれて。食堂に飾ったら、みんなワイワイ言って、わあ、すごいね、とかって言って。うん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 、すごい楽しかったんですね。うん。うん。それでも楽しくて ね、入院1週間伸ばしてしまいました。これはですね、青首大根のちぎり絵っていうんですけれども、うんうん、方がアトリエ M の方がね、はいはい、メンバーの一人が、うん、土付き大根を農家から仕入れてきて、うんうん、大根、土付き大根を洗うところからわっせわっせと言いながら、始まったんですね。うんうん、そして制作した後に、みんな、モチーフの大根持ち帰っていただいたんですけれども、その後に、ピンポーンって何ヶ月、一ヶ月後くらいピンポンってなって、あの時の大根が漬物に変わりました。漬物になって届けられたんです。うわぁ、びっくりしましたけれどもね。なんか味わい深い大根でした。そうです。2019年にこのような、個展をしたんですよね。はい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 。その時に、臨床美術の作品も、同時に展示して、すごいなんか皆さん面白がって、うんうん、普段は私の個人の作品しか見ない方が、うんうん、こんなこともやってるのって、すごく新鮮ねっていうふうな感想をいただいて、うんうん、なんか嬉しくなったんですね。うん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 、それで、臨床美術北海道の協力もあって、ワークショップも開いたんですけれども、はいはい、もうただただ、絵を鑑賞して、見るだけではなくて、参加し、うんうん、するというスタイルをね、そうね、はい、参加して制作してね、そういう、個展っていうで、言うんですか、そういう展覧会を、これからも、私もやっていきたいなっていうふうに望んでます。うん、そして臨床美術っていうのは、本当に偶発的な線とか形とか色とか、うんうんうん、そういうところからこうイメージの飛躍をもたらすような、はいはい、ところが非常に多くある作家の、ね、プログラムがありますね。うん、そうですね。そう、予想外のものができちゃったりしてね。そこがすごく魅力的だって私は思ってるんですね。そうですね。そういうふうにやると、こう、右脳もやっぱり活性化されてきますよね。それで自分の作品も、2ヶ月から3ヶ月くらいかかって書くんですけど、うん、途中でもう、ああ、これ作品はうまくいかなくて困ったなっていうふうな時が何回かあるんですね。うんうん、2、3回はあるんです、うんうん。最後までこの作品が書けるかなっていうふうに、うんうんうん、ちょっと暗中模索の時があるんですけれども、うんはいはいはい、その時ちょっと臨床美術の、その、で、偶発的なところから啓発されて、はいはいはい、イメージの飛躍をもたらすっていうようなことをやると、なんか、あ、これでいいんだ、わったっていうふうに、なんか吹っ切れた部分が、自分の作品に現れていくんですね。
ごくいい影響を受けてるなっていうふうに思います。いいですね。はい。お忙しいところ本当にありがとうございました。とんでもないです。楽しかったです。 またよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。